アイアムコランダーオールドジェネレーション、どうもコランダー TV のポチモです。はい、ということで、まあ皆さん分かっていると思いますが、たかが網だくじで86万払ったマウスピース矯正、ついに終了いたしました。もう感動して涙が出てきそうなんですけど、2月の5日、1333日、約3年半ちょいぐらいですかね、かかりました。当初2年半から3年って言われてて、まあ、1年半前に本当は終了する予定だったんですけど、延長となってしまったというのが前回までの動画で、そっからさらに実は再延長して、で、また再延長しました。なんで毎回マウスピースをまた作って、やっぱりあの上と下の歯の噛み合わせが悪くて。で、まあ、矯正期間中にも実はいろいろあって、まあ、右上の親知らずを抜いたりとか、最近なんですけど、下の奥歯が虫歯になりました。毎日3食食べた後に歯磨きしてるんですけど、なんか虫歯になって、で、結構通ってたんですけど、見逃しですね。で、一回痛い、歯が痛いって言って、歯医者に行ったんですけど、問題ないって言われて、僕その時、上の奥歯が痛くて行ったんですけど、何も異常がないって言われて、で、その1ヶ月後ぐらいにもう本当に痛すぎて、スノボー行ってたんですけど、もうそれどころじゃなくて、その次の日にすぐ行ったら、下の歯に穴が開いていて、虫歯になってて、いや、なんでって思ったんですけど、なんか関連痛って言って、下に異常があるのに上に痛みがあるとか、そういうのが、あるっぽくて、で、下の歯奥歯が結構虫歯でやられてて、まあ、治療をしてたんですけど、まあ、結局神経抜くことになって神経がなくなりました。で、そうしてる間に矯正も終了しました。矯正終了した時になんか花束ももらって、院長ツーショットで、で、まあ歯医者に通った回数も30回以上はもう行ってたんで、そんぐらいの MDK に耐えれないと矯正はできないです。で、マウスピースの数で数えたんですよ。したら、最終的に155個になりました。155回もこう、マウスピース変えてたんですね。で、まあ、こう、今多分動画が流れてると思うんですけど、これが僕のマウスピースたちです。で、本当はこんな、てか、こんな撮ってる人、MDK な人以外多分撮ってないと思うんで、ちゃんと終わったやつは歯医者さんに渡すと医療廃棄物みたいな感じで処分してもらえるんで、処分しましょう。で、まあ、これで終わりたいんですけど、実はまだ終わりじゃないんです。ガムは食べれません。こっから、終わってからまだ歯が戻ろうとするんですね。あの、矯正前に。それを戻らせないために、今、実は上の歯の裏にワイヤーがはめられています。下の歯はちょっと今虫歯になってるんで、その治療中ということで、まだワイヤーがつけれてないんですけど、もうあと1週間後に行ってつけます。で、そのワイヤーにかかる時間はまだ不明です。どんぐらいかかるんでしょう。だからこれはまだ最終回じゃないんです。最終回は今度ワイヤーが取れた時に総集編として動画を出して、それで最終回としたいと思います。ということで、ラスト最終動画までバイバイ。